日本共産党の佐々木健翔でございます。この質疑の流れ上ですね、この G7 の記者会見について私も一言正したいと思います。記者会見はですね、財務大臣、この政策の中身は別としてですね、この印象も含めて全体としてですね、会見が成功したと評価しているのか、それともですね、いや、あれはまずかったと、失敗だったと、こういうふうに思っておられるのか、どちらでしょう。中川大臣。私のお見苦しい点は、あえて別にすれば、あの記者会見は、白川総裁の、きちっとしたご答弁も含めてですね、私はちょっと右往左往しましたけれども、しかし会議の内容には成果がありましたし、またそれを一応お伝えすることができたということで、記者会見は成果があったというふうに理解をしております。佐々木健翔君。国民に与えた印象は大変まずい印象でありまして、この印象をも含めて、私は政策の内容は別としてって聞いたんです。やはりこれはこういう事態、大変な注目を浴びるようなですね、異常な事態だと思うんですけれども、これはやはり正常ではないと私は思うんですけど、いかがですか。中川大臣。先ほどからお話があるように、あんまり自分では言いたくないですけど、疲労、あるいは緊張感、あるいは風邪、そしてそれを、なんとか会議中持たせたいということで薬を多用したということで、結果的にああいうことになったということは、誠に国民に対して、申し訳ないことだったというふうに思っております。委員長。佐々木健翔君。体調不良の原因はですね、いろいろ究明されると思うんですけれども、この記者会見の直前にですね、自分の体調がちょっとまずいなと、これはこのままやると、この酩酊状態と受け取られるようなですね、事態になりかねないと、そういう自覚は全くなかったんでしょうか。中川大臣。とにかく風邪気味であったということ、それから、先ほど中川委員からもご指摘いただきましたが、ずっとこの予算委員会、あるいは衆参の財金委員会が続いていて、ほとんど睡眠が少なかったということで、風邪で熱が出る、あるいは咳が出るということに対しての、恐れといいましょう、そういうものを非常に私は持っておりましたんで、ですから飛行機の中では比較的寝れたんですけれども、しかし風邪の薬を多用して、そして、今から考えれば風邪薬を多く服用すれば、当然副作用も出てくるということは、当時も分かっていたんですけど、とにかく風邪がひどくならないということを最優先に考えていたということで、いっぱい薬を飲んだことが一挙に記者会見で、ああいう形になってしまったということだろうと、正式には近々また医者に行って、かかりつけの医者に行ってですね、見てもらわなければいけないと思っておりますけど、現時点では、そういう素人判断をしております。委員長。佐々木健翔君。私は今朝のテレビを見ておりましたらですね、森元総理が出てこられてですね、その映像もご覧になって、顔をしかめながらですね、いや、私は前から、この酒が好きだという、中川大臣に対してですね、気をつけるようにと言ってきたんだと、いう話をされていました。で、この原因はですね、薬なのか、あるいはアルコールなのかというのは、私ども今の時点での判断というのは、分かりませんけれども、しかし、これ、究明されると思いますけれども、いずれにしてもですね、ああいう状況になるというのは直前には自覚されていないということであるならですよ、これはやはりその
大臣としてのですね、資質にも関わってくるわけです。ああいうときに、まっとうな印象、いい印象を与える記者会見ができないということになるとですね、これはそれでもやるんだと、突っ込んでいくんだと、まあ、こういうことになるとですね、やはり私はこの大臣としての資格が問われてくると思います。その点についてはどうお感じでしょうか。中川大臣。まあ、先ほどもご指摘がありましたけれども、あの時点では私は、まあ終わった後のほっとした雰囲気と、それからその直前にも薬をちょっと飲みましたんで、これでもって、まあ、記者会見というのはいい印象をいつも与えているというよりも悪い印象しか報道されないことが多いんだろうと思いますけれども、なんとかこれで、記者会見を乗り切れるというふうに判断したことは事実でございます。委員長、佐々木健翔君。まあ、私はああいう状態で記者会見をされるながらですね、その直前に自覚がないということは非常に大きな問題だというふうに思います。じゃあ具体的な中身について、お聞きしますが、まあ、今回の G7 でですね、この、まあ、金融上の問題に限って、お聞きしますけれども、まあ、従来、金融サミットとかさまざまな会合がありました。今回ですね、何かこの金融上の措置としてですね、従来にない全く新しい、ことが決められたということはがあるのかないのか、私はあまりその印象がないんですが、大臣いかがですか。中川大臣。G7 声明ではこの各国がそれぞれ講じてきた金融上の施策、例えば、まあ、日本では金融機能強化法の改正でありますとか、株式の買取のこととか、信用保証のこととか、それからアメリカで、例の TARP の問題、あるいはさらには経済安定化策等々を積極的にやるんだと。これは、まあ、一国の問題ではなくて、各国がある意味ではそれぞれがやるべきことをやっていくんだということでですね、金融上の対策が非常に重要である。やはり流動性の確保といったものが非常に流動性重要であるということで、認識をし、これからもいろいろな対策を取っていく必要があるということは共通の認識になったというふうに理解をしております。委員長。佐々木健翔君。まあ、従来の決めたものをなぞったという形だと思うんですが、私は必要なことはですね、例えば国際的にですね、大変な投機活動を行ってきた、巨大な総合金融機関、あるいはヘッジファンドなどに対するですね、具体的な規制策というものはやはり、どんどんこの出されてきてですね、そして二度とあのようなことが起こっていかないという、そういうことが表明されて初めてですね、こう安心感というものが出てくると思うんです。で、それがなんかあまりその具体的なイメージが出てこなかったというのが私の印象であります。それからもう一つですね、この G7 の声明のポイントによりますと、国内需要と雇用創出を刺激し、最も脆弱な人々を支援する、そのための歳出と税制措置の適切な組み合わせ、というふうに書かれているわけです。で、アメリカやですね、ヨーロッパの場合は、具体的にどんな措置を講ずる必要があると考えているか、具体的に、示していただきたい。中川大臣。G7 ではご指摘のように最も脆弱な人々を支援するための歳出と税制措置の適切な組み合わせを求めております。歳出につきましては、一連の経済対策で雇用問題、企業の資金繰り確保を最重要課題として、雇用により解雇等により、住居を失う方への住宅生活支援などの雇用対策、中小規模企業への
資金繰り円滑化に向け、緊急保証と政府系金融機関による、日本の貸し付けの30兆円への拡充とこういったこともやっておりますし、それから金融機能強化法で、12兆円の資本参加ということをやっております。また21年度の税制改正では住宅ローンに対して特に中低所得者にも減税効果が及ぶようにしております。中小企業の経営を支援するために法人税の軽減税率 22% から 18% にするということも日本では取り組んでいるところであります。またアメリカの方でも中低所得者ですか 95% をカバーするというような減税対策もこれから取るというふうに聞いておりまして、やっぱり中低所得者対策というものが今回の一つの大きな柱だったというふうに考えております。委員長、佐々木健翔君。この、具体的にですね、そのアメリカヨーロッパでどういう措置が取られているかと私は聞いたんですけれども、なんか日本の話をだいぶされましたが、ではですね、この日本の場合ですね、私は今緊急事態というのは、大企業が次々と派遣切りを行ってですね、失業者を生み出しているというところに最大の問題があると思うんです。でそれを抑えていかに雇用を守るかということが緊急課題だと思います。でところが今はですね、ともかく3月の年度末をですね、挟んで、大変な失業者が生まれかねないと、そういう事態になっているわけです。で需要が消費がですね落ち込んでいる。でそういう中で雇用不安が広がる、さらに、消費が落ち込むと、こういうですね、悪循環に、入ってきているのではないか。で、そういう意味で私は今のこの状況をですね、根本的に大きく変えていくということが大事だというふうに思います。まずは大企業のこの派遣切りを止めるということですね。でそのことをやらないと今後、いろんな措置を打ってもですね、これは根本的な打開策にならない。でまずこの派遣切りをストップをかけるというそういう決意が必要だと思うんですが、大臣どうですか。中川大臣。雇用対策、特にここに来て急速に経済が悪化している中での解雇に対して、日本としても対策を取っていかなければいけないというのは、これはもう佐々木議員のご指摘の通りだろうと思います。そういう意味で年末対策、あるいはまた第二次補正予算でもいろいろやってまいりましたし、またこの中で4000億円の基金の積み増しということもやっております。また21年度本予算におきましても、この雇用対策というのはある意味では最重要課題であると総理が言っております。目の前の景気対策の大きな柱として雇用対策が極めて重要であるという認識は私どもも強く持っているところでございます。委員長、佐々木健翔君。これがなかなかですね、実際には歯止めがかかっていないわけであります。今重大なことはですね、そういう中で予算の話されましたけどね、本当に国民の暮らしを守るという形になっているかどうか、例えば、大企業に対する減税をですね、さらに上乗せするとか、そういうものは載ってますけれども、本当に庶民に対してですね、生活を守るものになってない。例えば2200億円の、社会保障のカットですね、これ若干事実上緩和されたとは言いながら枠組みは撤回してないですよね。2200億円をカットするというところはですね、枠組みそのものももうやめるということを断言するとか、あるいは、この母子家庭のですね、児童扶養手当をカットするなどということはですね、これを撤回して元に戻すとか、そういう具体的な措置がこう取られて初めて、そういうことが言えると思うんですけれども、いかがですか。中川大臣。2200億円のこの社会保障費の削減については、今年とにつきましては、
厳しい財政状況ではございますけれども、まあ、なんとか手当てをしたということであります。まあ、来年どうするかについては、これは厚労大臣の方にもまたきちっと厚労省がまず財源をまず第一義的に手当てをしてもらいたいというふうにお願いをしているところでありますけれども、まあ国全体といたしましても、やはり社会保障費が厳しい状況ではありますけれども、全体の枠組みの中でこの問題をどういうふうにしていくかということは今後まあ検討していく必要があるというふうに考えております。佐々木健翔君。財源は厚労省にお願いするといっても、財源は財務省ですからね。財務大臣がどれだけしっかりと対応するかにかかっているわけで、これはね、2200億もカットするというのはやめてくださいよ。これがあるためにどれだけいろんな分野でですね、医療にしろ、福祉にしろ、障害者にしろ、高齢者にしろですね、被害を受けているか、これはもう明確だと思うんですね。次に消費税について伺います。まあ、今度の税制法案ではですね、まあ、2011年度までに消費税を含む税制の抜本改革を行う、まあ、そのための法制上の措置を取るということが書かれております。まあ、措置を取るという意味は、消費税増税のですね、額と時期は書かないけれども、消費税を上げるというその法案を国会で2011年度までに成立させると、そういう意味ですね。中川大臣。この税制の抜本改正というのも、失礼しました、消費税の抜本、ごめんなさい、社会保障の、抜本的な枠組みをどう再構築していくかということになったときに、財源である税制改正というものは避けて通れないという認識を持っているわけであります。そのときには消費税も含めて税制をどういうふうにしていくかということでありますが、まあ、この場合には、まあ、減税するものもあるかもしれませんけれども、やはり増税というものも避けて通れないわけでございまして、その場合には景気が良くなるということを大前提にして、つまり景気が良くならないときには税制改正増税というものはしないということは、まあ、ある意味では当然のことであるわけでございます。したがいまして、2011年には景気が良くなるということを前提にしてですね、税制の抜本改正の枠組みを作っていくわけでございますけれども、それはそれとして、実際に景気が良くならないときには2011年からこれを税制の抜本改正はしないということでございまして、2011年からこれをやるということについては、経済の状況、景気の動向を見た上で税制抜本改正をしていくということで、これは、まあ、切り離した議論だというふうにご理解をいただきたいと思います。佐々木健翔君。この不足にはですね、平成23年度つまり2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとすると、こういうふうに書かれているはず。で、講ずるものとするということは、この部分はですね、景気が良くなろうが悪くなろうがですね、講ずることは事実なんでしょう。中川大臣。講ずるものがとするということは、そういう税制改正をのスキームを作るということでありますけれども、実施するかどうかはあくまでも経済が良くなるということが大前提になるわけでございます。委員長。佐々木健翔君。つまり、消費税の増税のですね、まあ、枠といいますか、考え方というものをですね、2011年度までに国会を通したいということでありまして、これは非常に重大なことだと思うんです。で、これ自体ですね、この G7 の声明で、国内需要の刺激にやっぱり逆行すると、その声明でいう刺激に逆行すると私は思います。GDP の 55% を占めるこの家計にですね、冷水を浴びせてですね、冷え込ませてしまうと言わざるを得ません。しかもこの
消費税の増税というのはですね、この財源としても私はやるべきではないと思います。無駄を削ること、軍事費を削ること、さらにですね、法人税の問題もあります。これ今まで減税がどんどん行われてきました。で、大企業の利益は倍近くなってもですね、法人税の支払いは横ばいですから、これはもう利益が上がれば当然、法人税もちゃんと払ってもらわなきゃいけない。そういうことこそやるべきであってですね、この庶民に消費税の増税を負わせるということは我々は反対であります。で、もともとこの消費税というものはですね、所得の低い方、収入の低い方ほど、収入に占める消費税の比率というものは高いわけですね。で、収入の高い人、所得の多い人はですね、この比率は低いわけです。で、私もこの、試算をやってみました。まあ、家計調査、これをもとにですね、2000万未満の世帯の場合はですね、年収の 3.7% の負担率になっているわけです、今。で、1500万円の年収の方はですね、1.4% ですから、比率が低いわけです。所得が高くなればなるほど、消費税の負担割合というものは低くなっていくわけです。で、額はもちろん大きいかもしれませんけれども、負担の比率と負担感という点ではですね、所得の低い人ほど、負担が重いわけです。で、したがって、これは、経済的な弱者ほど深刻な状況になる。増税に、消費税を増税すればするほど、一番低い層に、深刻な負担を負わせですね、格差を一層拡大すると、こういう性格を持っているわけです。で、したがって、竹下さんがですね、以前、9つの懸念というようなことを言いました。その一番最初に挙げているのが逆進性の懸念であると言いましたし、その後財務大臣、私は塩川財務大臣にも谷垣財務大臣にも尋ねましたが、逆進性については、お認めになったわけです。で、中川大臣にもお伺いしますけど、こういうその逆進性があるということは、これはお認めになりますね。中川大臣。まず税制抜本改正というのは、何も 税を全部上げるということでは必ずしもない、減税もありうると思います。増税もあるわけでございます。まあ、そういう前提で、お話をさせていただきますと、まあ、消費税というのは、まあ、言うまでもなく広く薄くというふうにみんなで負担をしていただこうということでございまして、まあ、累進性がないわけでございますから、まあ、そういう意味におきましては、この消費税というのは、まあ、なんですか、広く薄くということで、いわゆる低所得者の方にの負担感が大きいということは、それは一般的に言えることだろうというふうに思っております。委員長。佐々木健翔君。つまりこの、まあ、逆進性があるわけですから、まあ、いわば弱い者いじめの税制だと我々言ってきたんですけれどもね、それを増税するというのはですね、これはやめてもらいたい。しかも中小業者の場合はですね、これが今の不況の中で特にそうなんですけれども、価格に転嫁できないと、こういう業者がですね、以前の政府の調査でも約5割ぐらいいるわけです。で、そうしますと、自らこれを負担しなければならない。自ら負担するということは、これはもう赤字でも負担せざるを得ないわけですから、極めて重大な直接税の性格を持つということになるわけですね。で、そういう意味でですね、この消費税の増税というのは、非常に中小業者をですね、廃業倒産に追い込んでいくと言わざるを得ないと思うんです。で、現に日本の中小企業はですね、まあ、大変な事態にありまして、例えば政府の統計によりましても、これは中小企業白書ですけれども、86年の時に532万社ありました中小企業の数、これがですね、
2006年には420万社に減ってるわけです。大変な減り方なわけですね。で、これなぜかというと、まあ、不況の中でなかなかやっていけない、あるいは税金が重い、そういう中で、まあ、必死になって努力してもですね、この廃業、あるいは倒産ということに追い込まれているわけです。したがって、この中小企業にですね、転嫁できないような状況の中で消費税を上げるということは、この業者にとっては大変な事態になると、そういうことになるということは、大臣、自覚されていますか。中川大臣。ですから、今のような経済状態の中で消費税を上げるということは、これはなかなかこれは難しいことだろうというふうに思っているわけであります。景気が良くなる、あるいはまた経済が成長していくというときに、初めてこの議論が出てくるわけでございまして、まあ、そういう意味で、このしかも、この元にあるのは、これは社会保障費、年金、介護、医療、少子化対策等、どうしてもこれから負担と給付の関係が厳しくなるというものについて、国民のご理解をいただいて、これを使わせていただくんだという、ある意味では目的を限定しているわけでありますから、そういう総合的な観点の中で、しかも日本の 5% というものが世界の中で極めて低いと、20% 以上の国もありますよ、お隣の韓国も 10% という状況の中で、どうしてもこれを安定的な財源として社会保障費に使わせていただくということについては、景気が良くなるという前提で、ぜひともこれはご理解をいただきたい。それはもう上げない方がいいという、その単税力、負担感から言って上げない方がいいというご議論は分からないではありませんけれども、片っぽでは税の財源がない、片っぽでは社会保障費が足りない、一体それを、まあ、無駄を なくすということは、佐々木委員ご指摘のとおりでありますけれども、まあ、共産党がですね、認めていないその防衛費を削れとか、そういう問題で、私はこの税の消費税の値上げというものに短絡的に結びつけるということは、我々としてはこれはできかねるということでございます。委員長。佐々木健翔君。この消費税を上げるということはですね、私は景気が回復してもやるべきじゃないということを言っているわけです。それを上げればますます格差が拡大しですね、弱者が切り捨てられると、中小業者は経営ができない、倒産に追い込まれると、そのことを言っているわけです。税制という点で言うならばですね、今まで例えば法人税率 43%、42%、2、3% のところまで、上がっていた。で、その法人税率がどん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 下げられてきているわけですよ。30% に下がっているわけです。払う力のある大企業がですね、今まで払ってこなかったと。そういう状況を改善するということこそ税制でやるべきであって、それをそのままにしておいてですよ、景気が回復したら、当然法人税を上げるということをやるべきなのにですね、回復したら消費税を上げるって逆ですよ、これは。我々はそういうやり方には反対であります。で、やはり無駄と軍事費を削りなさいということを主張したい。それから定率減税がですね、廃止になりましたね。この定率減税廃止で、2兆6000億、あるいはそれも含めてですね、この今までの、高齢者に対する負担もですね、これを増やすという税制改革をやった、合わせて2兆8000億円、これで基礎年金の国庫負担2分の1のために使いますということで、やったにもかかわらずですね、実際にはそれ使われなかった。で、今になって今度はですね、埋蔵金で、当面賄って、2年経ったら今度は消費税でやるんだと、まあ、こういう話になってくるとですね、これは一体どういうことなんだと、これ二重取りじゃないかと、まあ、こういうふうに、言われるのは当然なんですね。で、この国庫負担のですね、2分の1にためにといってやった、定率減税の廃止、その税収はいくらでですね、一体その、国庫負担に、いくら回ったのか、ここではっきりさせていただきたい。ですか。はい、真名子主計局次長。
答えいたします。平成17年度と18年度にかけまして、定率減税の縮減廃止を行いまして、それによります所得税の増収分が約 2.6 兆円でございます。そのうち 32%、 0.8 兆円は地方交付税法に基づき地方交付税に充てられております。残余の 1.8 兆円でございますが、これは特定財源ではございませんので、厳密にどこにという特定することは困難でございますけれども、与党におけるご議論も踏まえまして、定率減税の縮減廃止に関連された歳出項目として基礎年金の国庫負担割合の引き上げに約 0.3 兆円が充てられまして、残りは高世代に負担を残さないよう財政の健全化を進めるため公債発行の縮減にすでに充てたところでございます。佐々木健翔君。今の数字を聞いてもですね、明らかなのは 1.8 兆円使えるにもかかわらずですね、これが基礎年金に充てたのが 0.3 兆円、3000億円ですよ。5分の1に過ぎないんです。全額使うと言っていたにもかかわらずこういう状況ですからね。私は一つの証文で二度取り立てるという言葉がありますけれども、まさにそれだと思うんです。そういう意味でもですね、今政府がやっていることは国民に対する負担だけばかり増やしてですね、負担ができる大企業第一三会についてはですね、減税ばかりやると、これは全く国民の要望から言うと逆行していると言わざるを得ない。最後にこのことを指摘して質問を終わりたいと思います。